ゴアサクルルは、新末民発の外交官、政治家。北京政府、国民政府で、主に外交の養殖についた。字はハシゴグも。祖籍は、関東省公衆府新会見。父は、やはり新末民発の政治家である後テーカオル。1897年、父に従ってゴアサ、クルルも渡米し、ワシントンで、初等、中等教育を受けた。 1905年に帰国し、関東省で役人となる。1908年、官費により、イギリスに留学して、ロンドン大学で法律を専攻する。卒業後は、ケンブリッジ大学大学院で、弁護士資格を取得した。1912年に帰国し、同年5月に、五北都督府外交市長に就任する。同年9月、 北京入りして外交部便利条約ごと世に移動した。翌年、関東選出の国会議員となり、国民党の憲法起草委員となった。民国4年、国務院参議権外交部参事となる。1916年1月、遠征外の皇帝即位に反発して、辞職、帰郷した。同年6月の遠征外の死去後に、5朝クルルは北京政府に復帰し、 やはり外交部参事を務めた。1917年の府院の争いでは、総統霊言広士を支持して、国務総理団気づいと対立する。9月、孫文が誤法運動を開始すると、後も難化して、これに参加した。孫文の公衆軍政府においては、父の五帝ルが外交部長、後朝クルルは外交部次長を務めるという異例の人事となっている。同年12月、 王政帝らと共に南方代表としてパリ講和会議に出席し、ベルサイユ条約調印拒否に主導的な役割を果たした。1921年5月、非常大総統に就任した孫文のもとで、ご帝ルは外交部長兼財政部長となり、5朝、クルルも引き続き外交部次長を務めた。10月、北京政府からワシントン会議代表に指名されたが、 ゴアサクルルは実際に参加することを拒否した。翌年6月の陳慶明の反逆においても、ゴ親子は孫文を支持した。しかし間もなく、ゴテイカオルは病に倒れて死去した。1923年3月、陳慶明を破った孫文が陸海軍大元水本営を設立すると、ゴアサクルルは外交部長に就任し、孫文の対外宣言の英文原稿準備などを担当した。 1924年1月、中国国民党第1回全国代表大会に出席する。翌2月に省民部長に就任し、8月には政治委員会秘書長となった。しかし後朝クルル自身は、孫文の三大政策には批判的、消極的な立場であった。孫文死後の1925年7月、公州で成立した国民政府において後朝クくル,ルは、 国民政府委員、軍事委員会委員、司法委員会委員、公衆市政調委員長となる。1926年3月に中山間事件が勃発し、小解析と王朝名、古官民との対立が始まると、後は後者を支持した。しかし、同年5月、この清掃に敗北して辞任し、上海に引きこもる。1927年9月、 南京の国民政府において外交部長として復帰する。同年11月には不平等条約撤廃を諸国に求める宣言を発した。以後、不平等条約撤廃の外交交渉の努力が公認の外交部長たちによってなされることになる。1928年初めにゴアサクルルは外交部長を辞任し、欧米各国を視察した。同年7月後は、 国民政府の全権代表に任じられ、アメリカと条約改正交渉を行う。同年、中米大使に任じられ、さらなるアメリカとの交渉の末に、新たな条約を結んだ。しかし、関税自主権の完全なる回復はならず、領事裁判権撤廃の要求も拒絶されている。なお、1931年5月に、水売大学から法学博士を贈呈された。 1931年4月に、古官民が、小解析により軟禁され、王朝名、孫からが、甲州で非常会議を開催する。ご朝、クルルも6月に帰国して、甲州側の関東省政府主席兼、経外特別行政区長官に任命された。同年10月に、両派の対立が収束すると、12月に後は、司法委員,委員長に任命された。しかし、 翌年5月には辞任している。その後も政治活動に制裁を書き、間もなく完全に政界から引退した。1934年1月3日、香港で病没。去年48、ありがとうございます。